ともとの私の親は開業医だったので、もう小さい時から医者になって後を継いで、まあ当たり前のように思ってまして、で、まあ実際に、学部に入ることができて、向こうで、修行を積んで、10年くらいしたらこっちに帰ってきてやろうかなと思ってたんですけど、うん、それがちょっと16年に伸びて、たまたまこちらのここの診療所の前の先生がちょっと 心臓病を患って、ちょっとあまり動けないということで、帰ってこいという、そういう村の職員からの情報があったものですから、今じゃないと帰ってこれないだろうということで帰ってきて、で、そこから普通に開業にしていた親父の普通は診療して、で午後から往診っていうのは、まあ、昔の普通のスタイルだったので、そのままその通りに当たり前のようにやって、行く中で、病院の医療をやっていることと、でこういうと診療所でやっていることはそんなに変わらないだろうと思いながら始めたんですけど、全然違うということが分かって、で在宅医療ということをやっぱり中心に、というか深めてやっていこうということで、往診に力を入れてやるようになってから、いろいろ勉強をして、で今それが18年に経って今に至ってるんですけど、そういう中で、まあ、在宅医療のこととか緩和ケア、ホスピスケアのこととか、から名古屋にいた頃からこのアルコールの依存症の人とも付き合いをずっとしてきたので、付き合いというかね、治療をしてきたので、でそれも引き続き、この地区は多いですもんだから、酒のうまい地域ですからね、多いので、そういうで病気の人もいっぱいいるということで、引き続きやりながら、診療もし、外来